はい、皆さん、えー、こんにちは。今回もね、この動画に関しても、真っ黒ですみたいな感じなんですけども、えー、今回ね、KK 母の話ですので、やっぱりね、このね、KK、えー、夫妻もそうですけども、この KK 親子のね、話をするような時には、どうしてもこのね、真っ黒きますね、みたいな感じですね。皆さんごめんね、<laughs> みたいな感じなんですけども。えー、あとですね、えー、本日が、えー、6月の7日なんですよ。でね、 あの私も前のねちょっとね動画なんかでもお話しさせてもらったんですけど、えー、私はこの YouTube を始めたのが2020年の6月7日でした、えー、というようなことで本日ですね私のこの「アジアで生きようの」の、えー、このチャンネルの誕生日になりますおめでとうございますみたいな感じなんですけども何自分で言ってるんだみたいな感じなんですが えー、忘れもしない約3年前約、約というかね、3年前ですね、の6月7日に、えー、この、えー、アジアでいけのチャンネルが生まれました。で、他のちょっとね、動画なんかでも申し上げてたんですけども、 最初はね、あの、皇室の問題は全然話をしておりませんでした。私が、えー、自身で持っているね、その資格の話だとか、えー、もしくはね、こういったような海外の資格を持ってると、えー、特に若い人にとっては将来有効ですよ、みたいなね、えー、そういったようなことを話し始めたような、えー、このね、アジアで生きよう、ゆえにアジアでみんな頑張って生きていこう、みたいな、えー、そういったようなね、チャンネルだったんですけど、今現在全然変わっちゃいましたね、ということで、えー、なんですけどね、 でねちょっとねあすいませんねちょっとね本題に入る前にまた前置き長いんだけど、えー、今日ね今朝方かなちょっとねコメントをねあるご視聴者の方から頂い,い,いてですねあのー、私,私もちょっとびっくりしたんですけどケイ、えー、ちゃんあの YouTube のねお誕生日おめでとうというようなことで、えー、このねアジアでいきのお誕生日の,この6月の7日これをね覚えていらっしゃった えー、ご視聴者の方がいたんですねということで本当にね私もねそのコメントを頂い,いた時にちょっとね感激しちゃいましたねちょっとウルウルしちゃいましたねというのも私自身の誕生日じゃなくてこのね YouTube のチャンネルのお誕生日を覚えてもらっていたということでそれ自体すごくねうれしかったねということですぐにねあの返信をさせてもらったんですけどいやーねこういったようなご視聴者の方も、えー、いてくださってですね私もなんてね自分,自分自身で言うのもおかしいですけどなんて幸せなんだろうなみたいな。 え、ね、ことをちょっとね、今朝方思った次第です。はい、ということで、本日6月7日、アジアでいきおのこのチャンネル3周年ですということで、お誕生日迎えました。みたいな感じなんだけどね。まあ、どうでもいいんですけど。えー、というようなことで、はい、今回のね、話題になります。え、黒着てるように、KK 母の話題なんですけど、なんかね、昨日のね、 えなんか記事で、デイリー新潮が、KK 母は今現在どこにいるんだみたいなことでね、もうニューヨークに行っちゃったんですかえ横浜の自宅のマンションにいるんですかみたいなことをね、具体的に書いておりましたね。で、まあ、記事の中身は中身で、ああまたね、URL にこの記事のね、概要欄というか、のその URL はね概要欄に貼っときますけども、まあ、単純に言ってですね、今言ったようにね、 えー、そのニューヨーク行っちゃったんですかそんなことないでしょみたいな話をしてるわけです。でね、えー、ちょっとね、まあ、この話、KK 母はいずこにっていう話になるとですね、あのーえー、ねあののえっとね皆さんもねよくご存知のこの篠原丈一郎さんのね、えー、メンバーシップってやられてるんですよねで。メンバーシップのチャンネルをご登録されている方はですね、えー そのね、メンバーシップの動画で、篠原さんもね、具体的にちょっとね、一週間ぐらい前かな、話をされているんですよ。なので、あの、もしね、えー、まあ皆さん、 あの、ご興味があるようだったら、この篠田さんのメンバーシップのチャンネルもね、ご登録していただいてもよろしいんじゃないかなっていう感じなんですけど、私はまあ当然その、えー、チャンネルをね、登録させてもらってるんで、まああの、えー、そのメンバーシップのね、えー、篠田さんの動画なんで詳しいことは私も言えませんので、ただね、あの、ちょっとだけちょっと言っちゃうと、なんかね、やっぱりね、えー、軽井沢 例のね、傷病手当の話であった、その軽井沢のあたりになんかね、いるんじゃないのかな、みたいなことを、えー、言われております、えー。なのでね、そういったようなことも含めてね、今回は、えー、ちょっとこのデイリー新調の話をしていきたいなっていう感じなんですね。うん、なんかね、うん、軽井沢にいるみたいよ、みたいな感じ。私は、私はちょっとね、これ以上言えません。 あのさっき言ったようにね、あの、篠田さんのメンバーシップの動画をご覧になってくださいみたいな感じなんですけどね。はい。でですね、ちょっとね、話がこのデイリー新調の話に戻りますけども、え要はね、うん、なんかその、これ書いてあることでやっぱり気になることとしては、えー、なんかね、経験不在の間で隙間、隙間風ができている。こんなの当たり前だよね。前から言われてるような話なんで、まあ、それはまあいいんだけどさ。 えー、あとは違うかこの隙間風っていうのは要はねもともとその、えー、何何、えー、要はさもともとその KK 母にもしくは M 子さんに関してはお互いにねなんか絶賛してたじゃないですかねなんかね KK 母は M 子さんのこと素晴らしいみたいなことを言ってたんだけどどうもねそういった話もですね、えー、なんか隙間風ができているみたいなね感じ、えー、がちょっと書いてありますけどね まあ実際、まあ確かにそうだろうねっていう感じですよね。でまあそういったなことと、あとはね、ちょっと気になることとしては、やっぱりこれだよね。なんかね、KN 長 ?KN 長がこのね、KK 母の訪米プランというかね、訪米に関して非常にやっぱり気になっているというようなことで、なぜかというと、えー、要はね、A ミヤ殿下ですよえ。というかまあ A ミヤ家だよね。A ミヤ殿下が、 要はね経験のうちとは距離を置きたいとのお考えが強いようなのでそれを踏まえて経営のとしても情報収集をし,たしているっていうようなことが今回のデイリー新庁の中でちょっと暴露されてるっていう話ですね。いやねこれちょっと、ね、失礼なななんじゃないかなって気がするよねっていうのは何に対して失礼かっていうと国民に対して失礼だよね経営のう長が。これ本当にね えそういったような A 組や殿下のご意向によって KK 派の調査をしてるっていうことだったらねこれはっきり言ってめちゃくちゃ失礼だと皆さん思いませんかというのは経庁のねこのね運営費というかねまあ人件費も含めてねどっからお金が出てるんですかって話だよ結局はね国民の税金を使って経理庁も運営されてるこのことは全くの事実であるわけですよねそういったようなことを考えてもですねなんで国民の税金使ってですねその KK 派のね動向を調べるんだよって いうようなこと。全くもってね、これ失礼な話だと思うんだよね。そんなことよりも、せっかく広報室まで作ってね、もっと別の話があるでしょうと。それこそですね、えー、営農宮家に関する、もうつい最近のいろんな話に関して全然ね、説明責任してないんだから、せっかく広報室作ったんだから、そういったようなことの説明責任を先に果たして、国民が知りたいことを先にね、言うのは当たり前だろうっていう感じなんだよね。 この永野宮様のご、AN 宮殿下のご意向によって国民の税金を使ってこの KN 委員長の人間がですね、この KK 派の動向を調べてる。何を言ってるんだっていう感じのこの記事の内容だと思いますね。まああくまでちょっとね、このデイリー新潮の中の記事として、 えどうも、KN 長が、え、何この KK 母の動向を調べている。で、この調べている理由というのが、えー、A の宮殿下のご意向で、要は、KK のうちとはもうね、えー、離,もう離れておきたいと。とにかく関わりたくない。ゆえに、その関わらないためにも、KK 母の動向を調べる必要がある。だから、KN 長を動かしている。みたいなね。もう、全くもってね、 このちょっとね、記事をね、昨日見たときにはね、ほんと失礼な話だなと思いましたね。まあ、このね、経 k 新、あのー、ごめんなさい、えー、デイリー新庄がね、の記者が書いていることが本当であればっていうことですけども、これ本当だったらさ、本当にね、国民のね、 こう今現在も増税がどうだとかさ、ね、その値上げねもうとにかくやっぱり日本においても値上げ構成だっていうような中で、まあ、状況の中でねこういったようなね欠税を使ってですね経営の庁を運営させてねでその運営しているような内容が何 KK 派の動向をチェックするためでその意向ご意向が、えー、A 組は殿下のご意向があったからふざけんなっていう感じですよね。 もっと他にさ、説明しなきゃいけないこと、調査しなきゃいけないこと、いっぱいあるでしょうっていう感じですよね。うん、とっいったようなことで、私もね、えー、まあ、この記事を見てね、皆さんがどういうふうに思われるからは、えー、それぞれだと思うんですけど、何せね、私はこの記事を一番最初にね、昨日見たんですけど、見たときにちょっと腹が立ってならなかったのは、何警務長が KK 母の動向を調べてる。そんなことで、血税使うなよっていうようなね。 えことを先にね、えー、思い浮かんだような次第です。まあ、皆さんもね、えー、どのように思われるかっていうようなことだと思いますね。まあいずれにしてもねあのー、KK ハはねどうもねなんか軽井沢にいるみたいな感じが、えー、なんかであるみたいですので、まあ、私もねいろいろその、えー、動向に関してはねチェックはしていきたいなと思いますけども、まあいずれにしてもねもうとにかくこの人ね。 はっきり言いますよ犯罪,をう犯罪を起こしてるわけですよというようなことに関してねあのもうどうにかしろよという,もう日本の、ね、もう本当に、ね、放送界というかですねどうなってるのかなみたいな感じですよね。 はい。といったようなことをちょっとね、お話しさせてもらいました。まあ、この記事に関してはね、まあ、皆さんどのように思われるのか、まあ、私ちょっとね、経営庁に怒っちゃったみたいな話をしてますけども、まあ、そういった観点でもね、まあ、皆様はどういうふうに思われるか、またね、ぜひね、コメントいただければなと思います。ということで、え、アジアでいきよ、うの、このチャンネルね、3歳になりましたみたいなね、話もちょっとさせてもらいましたけども、まあ、それははっきり言っどうでもいいですけどね。ということで、した。ありがとうございました。ではね、バイバイ。